はい、こんにちは、アキラです。今日は最近のおすすめ周回場所についての報告です。こちら周回していきました、リラハムルの魔導門ザイクスの記憶ハードを周回してきたんですけれども、1時間オート周回してみました。メンバーはマジンザイクス、ミューレン、クロムで、マジンザイクスには弓を装備させてアークに SS レアの電球スターロードをつけてクリティカル率をアップした上、大盗賊の腕輪とラビットラビリンスをつけています。でミューレンは自前の固有スキル鉱石採集でドロップ率がアップしますし、ウルトラレアーク破信対戦のアーク特性でこちらもドロップ率増があります。でこれね、重複するかどうか分かんないんだけどね、とりあえず入れておきました。でクロムは個性で開幕時に確率で盗むがありますし、敵を倒した時も盗むことができます。でさらに専用装備の斜め掛けの袋でさらに盗む確率が上がりますので、この3人で周回をしていきました。でザイクスの記憶ハードってね、ウェーブが5つあってね、長いんだけれども、ウニは緑と紫と虹がドロップしますし、さらに超級強化薬もドロップしてくれます。でも最近はね、レベリングがねかなり楽になったとはいえ、あの実況者の立場からしますとね、レベル上げはね結構急ぎたいんですよね。特にレベル100までは速攻で上げないと5段階目のね能力解放もできないので、使用感速報を取るのを急ぎたいときに超級強化薬ってねすごく必要になるんですよ。なのでこれは結構在庫持っておきたいんですね。でまあウニ集めに関しては、まあ新規の方はもちろんのこと、そうでなくても2週連続でねユニットが追加されてしまうこのコラボ期間っていうのは、まあ、結構な方がね枯渇しがちであるんでね、当然こちらも集めておきたい。で特に虹に関してはね、まあ、1月に追加されたステージの多くでねドロップするようになりましたんで、まあ、他の色とのウニの組み合わせで集めるのもいいんですけれども、まあ、今回はこちらの緑と紫と虹、そして超級強化薬がドロップするダンジョンで1時間周回してみました。で結果を言いますと、1時間で30回周回していました。でドロップ結果は超級強化薬はなんと1個だけ、ドロップ率は約 3.3%、で緑は11個落ちてました。ドロップ率は約 36.3% で、紫は1個だけ、ドロップ率は 3.3% で、22は4個落ちてくれてましたんで、ドロップ率は 13.3% という結果でした。なのでやはりこの獲得アイテム欄のね並び通りなんですよね。ドロップ率って上にあるもの、左にあるものの方がドロップ率が高いという結果になりました。でまあ1時間で22、4個ってね結構美味しいよね。超級強化薬1個だけっていうのはねちょっと寂しくはあるんだけれども、まあ、これ1時間だけだからね、例えば寝ている時にね6時間ぐらい周回したというふうに考えたらね、それぞれ6倍にしたらねかなりの数にはなるんで、まあ、それなりの成果はあったのかなと思います。で虹とウニ以外のねウニやったらね、リゴラの2回戦のね周回もおすすめなんですけども、まあ、こちらはね1ウェーブだけでね敵が結構強いんで、まあ、周回するにはねそれなりの準備が必要です。あとここはね盗むがね効かないんでね、あの完全にドロップ率だけになりますんで、特にクロムとかをね連れていく必要はないので、本当にあのガチパでねしっかり組んで周回するのをお勧めしておきます。であとね即死攻撃も来ますんでね、それが連続で来ちゃうと終わることがありますんで、それも注意が必要です。ちなみに僕は壁役にリュートを置いて、でアタッカーにベヨネッタ、ソーサラー役にレニウスを入れると結構安定しました。特に敵がね結構走り回るんでね、ソーサラー役は結構必須だと思います。 Let's rock, baby! という感じで今日は最新のおすすめ周回場所について解説してみました。何かしら参考になりましたら高評価よろしくお願いします。でまあ本当ラスクラってねかなりね緩和されはしたんだけれども、素材集めがね結構大変です。で大鬼がねドロップしてくれる通常ダンジョンってのがね今ないんでね、まあ、その辺は苦労はするんだけれども、普通の鬼の方をね集めてですね、錬金所でね錬金することもできますんでね、まあ、そういう意味でもウニのね数はね結構ストック持ってた方がいいと思いますんで、皆さんも頑張って周回してみてください。でその他ですね、何かおすすめのね周回場所、ここもいいよ、あそこもいいよみたいなねありましたら、ぜひコメント欄に書いて教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。